こんにちは、りょうです。今回のぐるぐるエクササイズ、一緒に頑張ってくれるあなたはめちゃくちゃ素敵です。はじめの種目は手首と足首をぐるぐるしてほぐしていくぜ。そう、大きくぐるぐる回してあげよう。今回のエクササイズは、おばさん体型とは言わせない、全身の脂肪を燃やしてスタイルアップできるエクササイズになっているよ。どうだ、おばさん体型って言われたくないよな。言われたくない、そういう人多いと思う。今回のエクササイズで、おばさん体型なんて今後一生言わせない綺麗な体手に入れちまおうぜ。3、2、1、オッケーだ、ナイスファイト。そしたら次の種目は、股関節をぐるっと外に回していく動き。息を吐いて股関節を回してあげよう。それでは用意スタート。股関節の付け根から回してあげる意識で、お腹にグッと力を入れてあげるのがグッドだ、グッドだけにグッドなんだ、そういい感じ。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていただけると売れピーマンだ。感想やリクエストもコメントにじゃんじゃん書き込んでくれよな。それではもう少し頑張って、5、4、3、2、1、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は、腕を外にぐるっと回していく動き。息を吸って腕を後ろに回していこう。それでは用意スタート。肩甲骨から腕を動かすイメージで、お腹にぐっと力を入れて行ってあげよう。アプローチは、背中のはみ肉解消、肩幅すっきり、受け肉解消してお腹周りが綺麗になってくれるぞ。どうだ、嬉しいだろ。受け肉解消して綺麗なくびれを作りたい方、背中のはみ肉を落として背中美人になりたい方、これやらなきゃ損だ。そう、その調子、5、4、3、2、1、オッケー、斉藤。そしたら次の種目は、腰をぐるぐる回していく動き。右回しにしてあげたら、次は左回し、交互に回していこう。それではスタート。ぐるっとお腹にぐっと力を入れて行ってあげよう。腰が痛い方は無理せず小さく回してあげてな。完璧にできなくても、そう、大丈夫だ。今自分にできる範囲でベストを尽くしたなら素晴らしいことだからな。そう、その調子、頑張れ。それではもう少し、3、2、1、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、肘を外にぐるぐる回していく動き。息を吸って肘を開いていってあげてな。それでは用意スタート。肩に手をつけたまま肘をぐるぐる回していく。肩に手をつけてあげると、肩甲骨から腕が動かしやすくなるんだ。どうだ、びっくりだろ。そう、しっかりと肩から手が離れないようにしてあげよう。背中のはみ肉解消、肩幅すっきり、猫背巻き肩も解消できるから、正社さて噛んだ姿勢がとっても綺麗になるんだ。すごいだろ。5、4、3、2、1、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、足を前から外にぐるっと回していく動き。息を吐いて足を回していこう。それではスタート。少し内側にキックして外にぐるっと回す意識だ。そう、いい感じ。内ももに隙間ができて太ももが細くなってくれるぞ。内ももに隙間作りたいよな。そうだ、作りたい人多いんだ。女性の方の悩みで悩みで多いのが、内ももに隙間を作りたいという悩みなんだ。そう、その調子、5、4、3、2、1、ナイス、ぐるっと。そしたら次の種目は、足を後ろから前にぐるっと回していく動きだ。息を吐いて足を回していこうな。よーい、スタート。後ろに蹴ってぐるっと前に回していく。そのことによって、お尻痩せ、太もも痩せ効果が得られる。どうだ、お尻小さくしたいよな、ヒップアップしたいよな。こちらの種目でお尻ちっちゃくして、綺麗にパンツを履きこなしてあげよう。そう、いい感じだ。それではもう少し、3、2、1、オッケー、牧場、ナイスファイト。そうしたら次の種目は、体をぐるっと回していく動き。息を吐いて体を回してあげてな。お腹にぐっと力を入れてあげよう。それではスタート。手は耳の横に当てて、そう、いい感じだ。体をひねってぐるっと回していく。
浮き輪肉解消、ポッコリの中解消効果が得られる。ゆっくりで大丈夫だからね。あんまり早く回してしまうと目が回ってしまう。目まではぐるぐるしなくて大丈夫だ。体だけぐるぐるしてくれ。そう、その調子頑張って。それではもう少し、3、2、1、 OK だ、ナイスファイト。そうしたら次の種目は腕を前にぐるぐる回していく動き、肘をしっかり伸ばして行ってあげるんだ。いいか。それではスタート。そう、外に回していく。肘しっかり伸ばして肩甲骨から腕を動かすイメージだ。そう、素晴らしい。二の腕痩せ、肩幅もすっきりしてくれる。どうだ、二の腕細くなりたいよな。そう、細くなりたい人多いと思うんだ。こちらの種目で二の腕を細くして可愛く綺麗にかっこよく半袖 T シャツをワンピースを着こなしてあげよう。5、4、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次は上でぐるぐる回してあげるバージョンだ。前じゃなく上だ。 OK、 それではよーいスタート。腕を上に上げてあげることによって脂肪燃焼率も上がってくれる。いい感じだ。息を吐いて腕を回していく。こちらも肘をしっかり伸ばして肩甲骨から腕を動かすイメージ。二の腕痩せ、肩幅もすっきりしてくれる。どうだ、前で回すより上の方がきついっていう方いるんじゃないかな。そう、実はこっちの方が強度が高いんだ。でもその分効果も高いんだ。3、2、1、OK、 ナイスファイト。そうしたら次はぐるぐるスクワット。胸の前でぐるぐる腕を回してあげながらスクワットをしてあげよう。息を吸って腰を下ろしていこうな。それではスタート。ぐる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 っと回して、そう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 、いい感じだ。ぐる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 、おお、いい感じだ。なるべく早くぐるぐる巻き巻きしてあげてな。そう、その調子、膝が内側に入らないように、膝が前に出すぎないように注意してスクワットをしてあげるんだ。ぐるぐる腕を回すことによって肩幅がすっきりしてくる。どうだ、びっくりだろ。ぐるぐる回してるだけで実は肩幅がすっきりする。ダイエット効果があるなんて全米の量も驚きだ。その調子、はい、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は、腕を内から外にぐるぐる回していく動き。息を吐いて腕を動かしていこう。それではスタート。ぐるっと大きく、そう、円を描くようなイメージで行ってあげよう。そう、その調子、大きくだ。大きく回すことによって脂肪燃焼率も大きくなってくれる。嬉しいだろ。そう、その調子。それではもう少し、3、2、1、 OK だ、ナイスファイト。そしたら次ラスト1種目、一緒に頑張っちゃおう。もも上げ&体をぐるっとひねっていく動き。息を吐いて足を持ち上げていこう。それではスタート。そう、いい感じだ。大きく体をぐるっとひねってあげよう。お腹にもぐっと力を入れて脇腹を意識してあげるんだ。ポッコリお腹解消、浮き輪肉解消、背中の網肉解消効果も得られるぜ。そう、その調子。脇腹を意識すること大切だよ。意識することで効果が上がってくれる。まるで学生の頃に好きだった男の子を意識してしまうような、そのぐらい脇腹を意識してあげてくれ。3、2、1、 OK だ、ナイスファイト。ここまで一緒に頑張ってくれたあなたはめちゃくちゃ素晴らしい。そう、素晴らしいんだ。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてな。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。